めっちゃうまそうやん。こりゃプルしてる。うまいぞー。いやー、こんにちは、劇団スカッシュでーす。こんにちは、はい、ということでね、はい、劇団スカッシュが、はい、ついに満を持して、はい、送るお肉。お肉ー、びっくりした。それがこちらです。うわー、なんすかこれ。ちょっと肉担当が頭バグって、はい、やっぱもうでかい肉じゃなきゃ嫌っすよ。なるほど。言って買ってきたんですけど、これはもうやばいでしょ。レンガみたいな肉。今日はですね、はい、まあお肉をワインにつけて美味しくなるよっていうやつです。美味しくなるよっていうやつ。なるほど。そう、ワインにつければ安いお肉も美味しくなるよっていうやつです。まずはこのニンニクの方をスライスしていきます。はい、ちょっと穴開けますね。はい、穴を開けてくださいと書いてある。さあ、お肉のフォークで穴を開けていきます。さあ、ニンニクを貼っていきます。いつもの倍厚みがあるんじゃないですか。すごいね、この厚み。ほんとちょっと裏返していきます。はい、いいですね。さあ、ニンニクを両面に敷き詰めました。で、敷き詰めて、はい、でさらにこのローリエ、ローリエワイン入れていきますね。はい、ローリエをこうつけたんで。なるほど、結構つけるんすね。いや、 やっぱワインにつけてって書いてあったから。なるほど。上の方にも常にワインが来てる状態を作りたいんで、はい、あ、たくさんそういうの作りたがるよね。そう、なんか下だけ使っちゃってたらさ、申し訳ないじゃん、上に。何を言ってるかわからないけど。ラップもこうファサッとファサつかせるとね、やっぱ上まで行くのよ。はい、じゃあこれでちょっと1時間ぐらい待ちます。1時間ぐらい、なるほど。これはもうこっちのここ斬新なとこに置きましたね。決定。はい、はい、それでは1時間ぐらい、今から1時間ぐらい、はい、お待ちくださいませ。ダメ。はい、それではもう2時間ぐらい経ったかな。はい、結構漬け込みましたね。なんで今から塩コショウして、はい、オリーブオイルで焼きます。なるほど。これちょっと溶かして、ワインに使ってた肉です。やっぱワインにつけると肉の色がなんかグロくなるの。ほんとだ、血に使ってるような感じだもん。うん、僕の血肉となりみたいなことを言うやつだね。誰だろう、誰だろう誰のことを言ってるんだろう。イメージしてるキャラクターがいるんだろうけど、なんかうまく使ってほしいよね。僕の血肉となりこの肉は僕の血肉となりいつか旅立つ。肉に思い入れがある子なんだろうね。うん、やっぱ この肉が生きてた心のことを思って、あ、そうだろうね、感謝の気持ちを述べてるセリフなのかな。めっちゃ重いな、この肉吸っとるね、かなり重さが増してると。かなり吸っとる、これは。塩コショウしていきます。なるほど。あ、間違えて、コショウからやっちゃった。え、順番あるんですか。あ、塩からなんですよ。あるんだ。俺も分かんないよ、みんなが言ってるからやる、まあ、それが俺、それが俺。塩からと言われたら、そう、理論とかない、俺は。僕の血肉となる。あ、それで、はい、オリーブオイルいこうかと思ってたんだけど、はい、ここ牛脂あるから、はい、牛脂でいこうかな。なるほど。結構大きい、これ牛脂だから切っちゃって、はい、この脂身で焼いていきたいと思います。それでは、はい、この牛脂をフライパンにつけていきたいと思います。さあ、1個入りました。1個入りましたって何よ。僕の血肉となり。なんか美味しそうだね、脂身も。脂身ももうなんかうまそうに見える、この肉肉しい感じの。うん、めっちゃうまそう。それではさあ、おにんにく、おにんにく出ていきたいと思います。はい、じゃあ、にんにく投入です。あ、いいですね、いいですね。お肉一回も、はい、さあ、こちらが、入りましたね。あ、いいですね、めっちゃうまそうやん。うん、じゃあ立てます。立てる。うーわ、うーわ、うーわ、肉の壁が、どうなんですか、肉の壁は好きですか。肉の壁、うーわ、はい、OK。 うまそう。もう一回ちょっとワインに入れていきます。お、味がワインを入れると見ればいいな。なるほど。さあ、こちらの捨て置いたワインも、まあ、ちょいとだけ
どうしたんだろう、どうしたんだろう。うまそうだな。しゃぶらっといからね。ちょっとね、こっちを立てます。これちょっと厚めなんで、はい、お湯長めにやらないと多分赤赤になっちゃう。赤赤になっちゃうんで、弱火でちょっと長めにします。はい、ちょっとどちらにしてもニンニクの方も焦げ焦げになっちゃうんで、こっち戻します。はい、うまそうっすね。肉がもうめっちゃうまそう。ちょっとお肉を乗せて休ませます。はい、重すぎる。その間にソースを作りたいと思います。はいはい、なるほど。こちらのワインをまず入れます。バルサミコ酢を。バルサミコ酢ドバーッと。何もわからないで、はい、バルサミコ酢とワインをまず混ぜてます。なるほど。あとはこの後その味の調整を。このやっぱ牛脂が結構ポイント高いですね。なるほど。ずっと牛の味が出てると、肉の旨味を抽出しつつソースを作るんだと。ちょっとね、私ケチャップが好きなんですよ。あー、入れますよね、達也さんソース作るときよく。これ言ったらもう申し訳ないですけど、ケチャップが好きなんです。ケチャップが好きだと。ケチャいけます。ケチャップを加えると。で、ほんの少し醤油もつまえます。醤油もつまえますこれでどんな味になるんだろう。結構ケチャが入りましたね。これでもういったんじゃないですか。お、深い味わい。おー、1回沈んで深い味わい。1回首が沈んでかなり深い。めっちゃうまい、このソース。ちょっとソースをここに入れていきます。はい、こりゃうまいソースだぞ。はい、こちらソースも出来上がりました。次お肉の方が5分ぐらい寝かしたと思うんで、はい、腹が鳴るぜ。うわ、うわ、跳ねるね。生きてんね。お肉の方を切っていきたいと思います。うわ、すぎる肉を。うん、いいんじゃない。結構ちゃんと焼けてるかもしれない。ぴったり。こりゃプルしてる。うまいぞ。いやー、うわー、いいですね。さあ、盛り付けて特製ソースをかけて、ちょっと半分に浸る感じで。うわー、いい。これでお肉の出来上がりと。出来上がりです。ちょっとじゃあもう端から食べていきますね、せっかくついてない。はい、まずはソースなしで。お、レディうまい。うまうまマッチョ麺。うまままマッチョ麺が出てきた。ちょっとソースの方も。そう、ソースにたっぷりつけて。うまままママッチョ麺。うわー、出た。ソースつけた方がうまい。お、じゃあソースも大成功ってことですか。うん。ソースなしの方。いただきます。うまー。はい、柔らかいんですよ、めっちゃ。ソース結構バッチリつけて。バッチリつけて。うんです。めっちゃうまい。めちゃくちゃうまい。これはやっぱ2時間近く漬け込んだからなんですかね。ワインの味が、うん、多分結構入ってて、お肉に。はい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 。で、多分それとソースが、うん、めっちゃ合うんだ。めちゃくちゃ合う。うまい、本当にうまい。全部食べたい。お、やっちゃいますか。でもスタッフのみんながむむと、うん、達也さん、マジで。最高や。これだ、これだ。あれ、え、何、何番それ、どっち。何番。ちょっと待って、どっち。何番それ。一回かいです。じゃあちょっと、最後は今日は T をやって終わりましょう。今日はすげえいい肉だったな。それはマジでうまかった。今日は T、ルメッサン。え、ハワインだからだ。ルメッサン数、今日は5、6、7、8、今日は T、ルメッサン、今日は T。